皆さんこんにちは。 ITS 三鷹卓球クラブの織部です。本日ご紹介する店テクはこちら、これね、ボールキャッチと僕は勝手に呼んでいるんですけれども、この技術を紹介したいと思います。で、実際にどういうことをやっているかというと、ボールを打っていって上げて取ると、こういうことをやっています。で、大事なのはボールが落ちてくる速度に合わせてラケットを落としていくこと、そして、ボールが転がりやすいように面を傾けていく、傾きを変えていくというところなんですけれども、ここが皆さんにもできるように、今回は解説をしていきます。まずやるのはラケットにボールをくっつけます。くっつけて離すと同時にラケットを傾け始め収める、これだけを練習していきます。いきますよ、こんな感じできましたか。これね、一番最初やっぱりこうボールが転がっていくのに合わせて自分のラケットの傾き変えないといけないし、同時に落とさないといけないということで、これだけでも難しく感じる人って結構いるんじゃないかなと思います。まずはここができないと浮いたボールをキャッチして転がすっていうことはできないので、ここしっかりね、できない人は何度も何度もやってあげましょう。で、特にポイントとしてはこれね、後のことを考えると、あんまり体の遠くでやっちゃうととても難しくなってしまいます。これはボールを遠くでキャッチするっていうのが難しいから。で、できたら自分の右肩の前、もしくは右肩よりもちょっと右側外ぐらいまで、この辺りの範囲でなんとか収めてあげるっていうのがとっても大事。くっつけて取る、これね、これ3回やってみましょうか。いきますよ、1、2、3、はい、いかがでしたでしょうか。これができたっていう人は次に行きたいと思います。今度は、ボールを打たずに投げて取る、ここまでやってみたいと思います。投げて取る、投げて取る、いいですか。で、この時のポイントはトスがさっきのラケットをボールとくっつけた場所に上がっていることなんですよ。この場所にトスが上がっていくようにまずは練習していきます。こんな感じ、はい、最初、始めるときはこのトスをできるだけ高くしないっていうのが結構ポイントになります。できるだけ自分のラケットを上げられる、これぐらいの高さまでに留めてあげて取ってあげるっていうのがとっても大事で、高くするとどうしてもこうやって弾みやすくなってしまうんですよ。なので、できるだけ高さを合わせる、でそこから落としてくる、さっきのボールをくっつけて下ろしてきたあの環境にできるだけ近い形にしてあげるっていうのがとっても大事。いきますよ、こんな感じ、はい、ではね、これを3回やってみましょうか。自分のさっきボールをくっつけてた場所にトスを上げるイメージで弾道は低くいきますよ、こんな感じ、いかがでしたでしょうか。もうこの段階まで来るとね、まあまあ3回連続とかになると厳しいなという方もいるかもしれないです。で、ここからはさらに発展させていきたいと思います。で、今度は打つ、1、2、3、こうやって打っていて取ります、はい、こんな感じですね、はい。で、ポイントとしてはこの打っているこのポンポンのこの高さをですね、さっきのトスのような高さに合わせてあげるっていうことが大事では、これもね、3回連続でやってみたいと思います。1、2、3でトスを上げた形にしてスッと取るイメージでいきましょうか。1、2、3、こんな感じですね、はい、それでは一緒に3回やってみましょう。1、2、3、
3、2、3、3、2、3、こんな感じですね。いかがでしたでしょうか。これセルフでできるものとしては、こんな感じでねやっていただいたらいいと思います。で、もし例えばご友人となんか卓球場で練習直前にこう遊ぶときなんかは、相手にスッと投げてもらってそれを取るということを練習してもいいかもしれません。それでは本日の見せてくボールキャッチはここまでになります。これがね皆さんの、お役に立てば嬉しいと思います。またね、皆さんに喜んでいただけるような動画っていうのを撮っていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。